中国侵略日本軍第731部隊の元少年隊員で、8月に戦後初めて部隊のあった黒竜江省ハルビン氏を訪問した清水秀夫さんが8月26日、自宅のある長野県飯田市で会見し、日本政府として本当のことを言ってほしい、731部隊のやったことを正直に話してほしいと訴えました。